よしよしよし、勝てそう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 、あーやばい、欲張るな、よし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 よ冒頭からこいつらマックス発生かよ、なんか人生は冒険だとかなんか言いそう、なんか正気漂ってないこれ、気持ち悪い。スンスン、オッケー、バレてない、バレ、めっちゃバレとるわな、正面突破、あいててててて、あああああ、振らなかった、オッケーオッケーオッケー、セイオリア、オッケー、ただこいつらな、上から降ってくるんですよ、親方空から巨大槍が、なんだ炭石、ああ炭石炭石、え、免疫の角飾り、タコ、ちゃわちゃわちゃわ、ギサン、ギサン石か、あーギサン、ギサンね、オッケーオッケーオッケー、さあ行くかー、あーびっくりした、あっ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 、怖い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 、なんで今回った、なんで今回ったので、なんかいる、なにこれ、よいしょ、なに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 、なんか、あーカエル、カエル、ゲコゲコ、カエル、ゲコゲコ、ミコゲコか、どう、ああ、なんだ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 、なんかもうこんな謎の謎のゲージが溜まってってる、謎の、ほう、すい、やばい、食べ、食べ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 、オッケー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 、そしてなんかめっちゃいろいろ、キナチが飛んでる、させるかボケー、これ、寝てろ、タコライス、やばいやばい、なんかめっちゃ溜まっとるから、あれなんか出口っぽいのが見えてるんだけど、この擬山石って何、この擬山、これなんか、アリを召喚できますみたいな。味方にしたくないやつ、ナンバーワン、ツー、スリー、石鹸、石鹸、あれなんか今いたよね、アリ。アリじゃなくて、カエル。あれ画面に入ってきた。わー、わー、綺麗だなー。綺麗、エオニアのちょ、え、なんかまだある。無色の探偵、なんか特殊なんてか、あー、これ、これは、行っちゃいけないやつだな。なんか、あそ、あーなるほどね。あそこに降り立って、なんかもう超ボス戦みたいなやつがいるじゃん。サドラーとかいそう、サドラーとか。さあ、帰るか。で、帰りにアイテムを取ったから復活してるやつとかは別にいない。プルン。で、なんかもう一個、奥の方にアリちゃんが登場してるんですよね。レイシのハカスズラン、これ上から降ってくるとかないよね。もうなんでこんなホラーゲッチュ、まだいるし、まだいるし、そいつらをぶちのめすことで一体いくらもらえるんですかね。ほら120しょぼ、もうざけんじゃねえぞこの野郎、もう慣れてきたわ、普通に登場する限りはもう絶対ビビらないもんね。だあれ、どこ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 、よいしょー、で、ほら、普通に出てくる限りには絶対にビビらん。てか、まずマップ見よう。そう、なんかここら辺にね、超えぐいのがいたんですよ。広っ広っ、ここがボス戦かなとか適当なこと言ってるんだけど。てか、ここでさ、メインストーリー進めていくの、合ってんのか。さあ、チラ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 。ちょっと待ってね。これどっち行く？あ、じゃあこっちは行き止まりっぽいから。でもなんかいるんじゃねえの？取ったら降ってくるとか？溶けたキノコ、ちゃうわ。何これ？焼けた？漢字が難しいんだって。バカなんだからさ。一般ピープルと変わらない程度のバカさ加減なんだから。頼むぜ。まあ、一般ピープルバカだって言ってるようなものになっちゃったけど、すいません。それは前言撤回、雨あられです。さてと、チラッ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 チラ。ああ、これまたあれか、なんかよくわかんない。骸骨もんじゃ焼きたちがいっぱいドロドロにいる。ん？いる？おおおおお、阿鼻叫喚。え？どういう状況よ、これ。こいつら攻撃したら起きない？わあ、なんだ、全員ボアハンコックやん。ボアハンコックにやられた奴ら。でもなんか、この中のさ、一匹とかなんか動き始めそうじゃない？え、これどういう状況？わあ、あいつ、
あれ敵？あんな巨大ウイルス中。なになに、ヌクステラの竜神兵。うわあ、ちょ待って、準備できてないよ。絶対無理ポー、絶対無理ポー。帰ります、さよなら、バイバイ。それ帰れなくなってる。なんで、どういうことよ。はちょっと、はい、召喚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 。帰る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 。おいしょ、おいしょ、おいしょ。せいたい、痛い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 。いってってってめっちゃ飛んでる、めっちゃ飛んでる。あれ、ちょっと待って、かい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 。よしよし、飲んで飲んで飲んで。あれ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 、もうお亡くなりになってる。味方たちー。ちょっと待って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 。飲んで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 。なんなのあいつ、でっかいって。よし、オッケー。じわっていくしかねえ、じわっていくしかねえ。あぶね、そんな大振り俺に効いてる、めちゃめちゃ効いてるやん。あいてっ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 て。ちょっと待って、攻撃力が半端ねえ。ちょっと待って、急なボス。でっかい。マリカの岬なんかあったっけ？どこにあった？いやー、ちょっと待って、あかんって、びっくりしちゃって。もうちょっとさ、なんかこう、前置きっちゅうもの大事じゃないですか。前置きが大事なのに、いきなりあんな出てこられたら、困る困る。で、ちょっと待ってね。はい、降ってきたー。チリンチリーン。さあ、行こうか。で、ちょっとその前にルーンを回収したいんだけど、ルーンどこ？ルーンどこ？あった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 。よいしょー、ちょ、避けるよ、避けなさい。避けろよ、ナッパ。ナッパ！ほら。体力はそんなめちゃめちゃある感じはしないんだけど。よし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 。あれ？民兵スケルトン？入って、あれ？スケルトン復活して、スケルトン復活して、スケル、あ、来た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 。スケル復活。ボブレーでこれを引き付け。あ、いいね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 。よしよし。攻撃力が高いけど、攻撃力が高いけど、攻撃力高いけど。よし。うわ、突き上げ一発。飲んで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 。あった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 。離れろ。飲んで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 。当たらない。よし。当たれ。うえ。飲め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 。ほっ。よいしょ。当たれ。なんか、雷放ってる。やばい。ビリ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 。飲んでる。おー、スケルトンが死んだ。あ、いってって、飛び始めてる。何？フロストバイト？どういうこと？弓矢が当たんない。弓矢当たらないどころか、もうなんかよくわからないまま。やばいな。予想外です。こいつは強えのか？強えのか弱え、まあ、やられてる時点でも強えんだけどさ。どうしようかな。霧の中に入る。よいしょ。チリチリーン。スン。スン。あれ、当たってる？当たってない。当たんないのか、こいつ、弓矢。当たってるわ。ただ単に外してただけだった。え？よし、いけ。じゃあ、なんか、いくつか当たんないんだよな、こいつ。なんでだ？よいしょ、わお。飲む。ああ、飲んでる時のダメージが痛いな。よいしょ。オッケー。さあ、おお、打ち上げ一発。あれ、もういなくなってる。こいつ。もうちょい、もうちょい受けて、もうちょい受けて、もうちょい受けて。
あ、もう進化すんのかよ。翼を授ける、天使の羽、よいしょ。あ、違う違う、 こいつ、あ、ダメダメダメ、今の何が起こったか分かった、分かったけど分かってない、よいしょ、せー、溶けていきます。くそ、あかん。なるほど、前半は、自分一人でなんとか頑張るしかないな。で、後半に、なんか、翼を授けられ始めたら、レッドブルになったら、空を飛ぼう。空を飛ぼう、意味がわからん。空を飛ぼうじゃねえ。違う。自分一人で、違う。あれ、もう、あかん。思考停止に陥ってる。よし、行くぞ。ぐおー。行くぜ。懐、よし。懐、よし。あー、くそ、欲張るとダメ。入って、飲め。で、よし。で、あれを引き始めるから、引き始めない。せい、け。よし、2発。で、逃げる。で、逃げて、で、柱引っかかってる。で、ちょ、どこ向いてんの。で、こっちから向かってって、せいっけ、よし、うまくなってる。倒れろ、うえー、で、多分ビリビリになるから、ビリビリし始めるから、で、そっからこいつら。で、飛び始めます。で、雷ビリビリ、あれを食らっちゃいけないけど食らってる。よし、オッケー、飲んで、で、向かってってくれている間に、一撃必殺食らってー、め、あー、くそ、やばい、避けろ、近い、攻撃じゃない、よし、オッケー、よし、あ、くそ、飲んで、飛んでる、こっち向かってくるのか、よし、飲んで、はっ、あー、これは民兵スケルトン死んだ、あ、くそ、あ、生きてる、よし、勝てそう、あー、やばい、欲張るな、よし、ことはもっと広いスペースがあるから、こいつ、こっちが出てくるんだよ。だから、まずここにどうやって行くのって話なんだけど。で、あ、裏からぐるっと回って、こう行ってこうってことですね。オッケーなんだけど、これなんか宝箱、あ、やった、金のごまだれ、霊視の鈴の大輪の花を咲かせましょうってか。で、こっから血ではな、あ、でもなんか下、あ、普通にあれだな。あ、なんだったっけ、祝福。もうね、パッと祝福が出てこないというね、もうゲーム感のレベルというね、もう終わってるよね、じゃなくって。これ、なんか普通に降りていけるのかな？でもなんかこれさすがに降りたら死ぬくない？これはこれで終了のお知らせなのか。ってことは、どういったらいい？あ、この滝くん。ミツハの裏にあるってことか。ああ、祝福ができてる。なんだ、祝福できてんじゃん。そういうことですね。まあでも、なんか、ああいう大ボス的なやつをこう3回くらいでぶちのめせるっていうのは結構強くなってんじゃないですか、私。さあ、行こう。で、この裏に行けるところがあるのか？ないね。裏に行けるところがあるのか？裏に行けるところがない。あ、ちょっと待って、行き止まりだ。うわっつ。だってここ降りれないよね。ただなんか別のとこから登ってくるところがあるのかな？それとも？
なるほど。ここから逆を回っていけってことですね。多分そうだな。じゃあ逆回っていくか。ってことはまたありありパニック？もうワニの方がマシだって。ワニまだこのゲームで見たことないけど。バイオだったらあれなんだよね。一撃必殺、ワニパパパって壊れちまうんだけどさ。そうなんだよ、そうなんだよ。まあ、いろいろと待ち伏せているということなんですけど、まあ、そんなことも気にしないでやっていくしかないよ。てか、まあが多すぎて、だんだん腹立ってきたな、自分に。行こう。そう、あそこでね、もう入り口に待機してるって。なんか、あんだけさ、大層に守られてたらさ、あっちにあるんじゃねって思って、逆方向全く行ってなかったよね。やっちまったな。よし、じゃあ行くか。こっち。そもそもこっち行けんの？まあ、普通にアリちゃんが、待ってるよね、あいつね。なんで飲んじゃったんだ？ぴょん。降りておいで。降りておいで。ああ、降りてこない。これ登っていける？これ。魔力のビビ。何？そもそもこっちも行き止まり？もしかして。なんか行けるところあるのかな？ちょっとあいつちょっかいかけよう。てかちょっかいかけるというかもう、もうチラチラいられたらもう怖いから、ほい、落ちて、せい、おり。こいつをぶちのめすことで、なんかいろいろとこう、仲間がやられただーっつっていっぱい出てくるとか、そういうのはないのかな。ほい、あ、ここ登れる。登って、いや、無理なのか。じゃ、ここ終了のお知らせ、またなんかどっか別で降りてこれる場所があるってことなのかな。だよね。じゃないと、もうだって、行くところが、ちょっと待ってね、もう一回地図見る。どっかから降りてこれんのかな、これ。か、実はここでどっかなんか行けるのがあったのを、俺が見逃しているか。こっちに行けるってこと？なんか、それっぽくもあるよね。ちょっと待ってね、こっちって、ちょっと待って、なんか、いろいろとこう地下探検、もう地下がさ、なんかさ、なんとかのお墓みたいな、もう含めて、怖いとこばっかりじゃん。もう怖いとこさっさとやっちまおうぜっていうね、もう嫌なもんは嫌なんですよ。で、これでこっちから戻っていけなかったらどうなんだって話なんだけど、戻っていけるね。戻っていけるんだけど、そうか、こいつらがいたわ、そういえば。ここでおま、なんか、なんで、よし。ほい、ほい、よいしょ。うわー、そうだった、そうだった、隕石、流石、たまらないっち、逃げるっち、バイバイっち。さよなら三角、また来て四角。四角は豆腐、豆腐は白い、白いは、チンコ、チンコは剥ける。出てー。飲む。拾うもん拾って、お前は魔力を使おうとすな。よいしょー。ってか、黄金ルーンが画面の真ん中を制圧して邪魔ー。めっちゃ魔法みたいなの飛ばしてきてるー。よいしょ。小樽。死ぬ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 。さよならバイバイ。さよならできない。あれ？あれ？あれ？危ね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 ？ちょっと待って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 待
そうか、今地図が開けない。地図が開けないと私はどこに行っていいかがわからない。どうしよう。あれ？どこに行くべきだったっけ？とか、あいつ何なの？マジで。あいつマジで何なの？ズン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 。ふんぬら。ふっけい。あいつマジで何なんだろうな。そっち行けない。あ、痛い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 。背骨をやめて、背骨は。歩けなくなっちゃう。とりあえずこっちの中に入れば、まあ何ら問題めっちゃありそう。痛い。ええ貫通？貫通の儀式。マジかよ。で、ここまで来りゃ問題ないはずなんだけど、気持ち落ち着かせても、いやー、また来たのかね。なかなか。で、喋ったから、ここ？ちゃ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 。あれ、これ以上。ちゃちゃ、何してんの？行き止まり。なんか地上から行くべきなのかなってか、そもそもあいつのところにどうやってたどり着いたらいいのよっていう話なんですよね。
ああ、こいつ正面だったわ。よいしょ。ほいほいほい。上から降らしてきて。なんで俺じゃない、俺じゃない、こっちじゃない、あっちです。ふっ、よいしょー、せいせい、オッケー、せいせい、あ、いた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 。これさ、こいつら効かないの、同じ岩石族だから効かねえってか。なめんじゃねえ、あ、いた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 。ダメージ自体はそんなに大したことがないんだけど、痛いものは痛い。さあ、来い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 。さあ、暗い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 。全然当たらない。お前ら、あ、痛い痛い痛い、お前の方が痛いな、攻撃力。よいしょー。せい。痛い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 、バフってた。バフって。ってことは、あっち戻って、あっちに、あそこになんとか行ければいいのか。逃げる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 。病院、あ、痛い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 、背骨が背骨が背骨が折れる、背骨が、あー、死にかけてる死にかけてる。わー、いっぱいいる。あれ、こんないっぱいいたっけ。こ、じゃあ、こんな中まで来るのね。ちょっと待って、外してる、はロッテのタッパ、んー、やっぱこれだね。うわ、いっぱいいるな、いっぱいいるな。こっちから行ける道があった、こっちか、なるほど、こっちから行けよかったんだ。よし、あいつらも相手にしてやんない。ビロ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 。さあ、こっち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 。で、何が潜んでいるかなんだけど、行き着いた先にめっちゃ汗垂れてきた。ここか、バレてない、まだまだバレてなさそうやな。ただ音楽は鳴り止まない。なんですか、スミサ。よし、バレてる、めっちゃバレてる。あ、あと、アホ、アホ、アホ。これ降りるとまずい。あ、まずいな。あんな、どうやって、ちょっと待って、ここに来れたはいいけど、結局ここでじゃあ何すんのって話だよね。わかんないな。あ、音楽が鳴りやんだ。ってことはあいつバレてない。いや、バレてんなー。めっちゃ投げてきてるー。痛い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 。上の方か。あ、裏行けそう。ここから走っていけばいいか、きっと。超絶安定か。うん、痛い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 。やばいやばいやばい。まともに食らうとあれだな。さすがにいて。炭石さん。炭石さーん。痛い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 。で、こっち。あいつと戦える？ちょ、待って、戦いたくはないんだよ。もうだって怖いもん、あいつ。殺意に満ちてるよね。そんなにあれか。多い継承者が怖えか。あれ？おお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 お。これさ、ちょっと待ってね。まあ、ここにいます。はい。あ、いける。どうしてんだ、ていていてい。よし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 。どん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 。あいつにまともに近づいちゃダメよ。いいね、いいね。よし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 。なんだ、体力は大したことないじゃない。ふいふい。オッケー。でも53はちょっとあれだな。あれ？あ、外した。待って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 、次行け、次で行けるぞ、次で行けるぞ。こいつさえいなくなれば、こいつさえいなくなれば
オッケー、いいね、パックめっちゃ爆発してる。そいつはあれなのかな、一体だけ。ああ間違えて飲んじゃった。これからもここは超優しくなりますですみたいな。はい、さあここに何が潜んでいるのかな。お墓ぼっちのって、えあれ、えマジでなんもないのここ。え知ら、あマジでなんもない。何のために来たのじゃあここ。あ上登れる、違うな、上登れるというか、こ今あっこから降りてきたんだよ俺は。マジか、超絶無意味だったじゃん。はい、なんか上に登れるぞ。上に登った先に何かがある感じがする。これはこっちなのか、それとも俺が何かを見逃している。また見逃してはなさそうだね。本当にわかんない。ないな。この裏、チラ。裏チラ、パンチラ。あ、違うな。難しい。よい。なんてやねー、何しとんねん。じゃあ、え、じゃあ、こっからどうやって。マジかよ。マジかよ。いやーこれあいつ復活してる、しかもあそこまで戻んなきゃいけないとかっていう超絶辛い現実が待ってる。うわーアホなことした、しかも落ちちゃったし。これ念のため確認するけどさ、あいついないよね、あいつ。ああよかったよかった。ああいうでっけえ敵はあれなのかな、一撃で終わりなのかな。よいしょーよいしょー。でこっち行って、ちょっと君らの相手は今してられないので無視します、無視します、ごめんね。そう俺はルーンを回収した。あもしかして上か、上なのか、回収まで。よいしょー、なんでかわからんけどこんなところにありましたと。じゃあこれさ、もう降りたら、あ降りたら死なないな、こんなところがあったのか。でここに降りたとって、あっちじゃないもんね。もしかしてあっちになんか降りるところがあった。いやんなことはないわな。あ OK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 、 そっか、じゃあもう一旦ここの探索は終わりにして地上に戻るか。なぜマーキングした？ノーマーキングでお願いします。よし、じゃあ地上までカットしましょう。新ステージのなんかスタートポジションみたいなところに戻ってきたんですけど、反対側からさ、こう地図をさ、こうこっちの方行ったけどこっちの方行ってないなと思ったから、とりあえずこっちを進めていくっていうのをやっていこうかなというところですね。まあ早速なんか墓場からいろいろ怖いものが登場してきてるんですけど、ほい。よいしょ、オッケー。で、ふわーんとしといて、ただ、これもいきなり落ちると痛いよねっていう場所なんだけど、こっちはぴょんぴょんって言って、そもそもこっち、ああ、なんかすでに集落的なのがあるな。こっち行くのでそもそも正解、絶対落ちたら痛いやつ。じゃあ、もうちょっとなんかぐるっと回っていくようなところがあるのかな。おお、ポルターガイスト現象が起こってめっちゃ近づいてきてる。あ、なんだ。こうやって降りていけんじゃん。道なりに進みます。怖い、怖い、怖い おじさんたちには相手にしないです。ロア、ロア。なんかブシュー言うてる。あれは街？それとも敵？わ、絶対敵だわん。いっぱい。なんか待ち受けてんなー。でしょう。ってことはこっちの橋の方から。あいつらは結局何なの、骨骨の実、骨人、骨人。いやーなんかシャアみたいなあれだね。ガンダム見たことないからわかんないんだけどさ。スンセイ、あーでも強くなってんな。おお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 お
あぶれあぶれあぶれ、スニーキングをそもそもミスっているっていう、あぶれ、あ、ちょちょちょ、なぜそうなる、そりゃそうなる、痛い、いてて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 、そう表明、ふっ、せい、せい、せい、オッケー、さあまだいるか、いやーめっちゃ刺さっとんな、どんだけ攻撃食ろうとんねん。でこっち行って、まだ、ああ立ってるやついるね、反対側を見守ってるやつとか見んのかな。まあそんなことも気にしないでゴリラおやすみ。増強出てこないね、わあ、だからその叫んだら声が聞こえちゃうでしょうよ。ダメダメダメ、スン、よし、オッケー、致命っていうよりにはね、なんかだんだん威力が物足りない感じもしてきたのだ。テルキ、テルキ石、テル石。よし、じゃあ行くか。バカだったか、パッピキピップクプ。さーて、新しい祝福を見つける旅に出ようぜって言った瞬間に新しい祝福めーっけ。あと、なんかなんだ、なんか踏んだ、これ光か。オッケー。10万ち。いつもいつもロストリバーデルタと言うと思うなよ。あ、商人ちゃーん。素材を取る。目の前でかっさらっていくってね。あ、どうも、新人です。こんな偏僻な場所、よくもまあ見つけたものですね。ありがとう。あ、なになに？商品、ああ、もちろんです、もちろんです。そんな怪しいのはどうでも、あ、ここでもランタン手に入んだ。で、なんだ、星見の杖。ああ、圧力がないからダメですってことか。誰がバカだ、その通りだ。探石。エストック。SSSS、エストック。これだから、魔法、あ、魔力とかすげえもんな。だから魔法陣、ぐるぐるになろうと思ったら、これをやっていかなきゃいけないってことですね。とりあえず、なんだかんだで、チキン戦法が通じるこいつを買っとこう。あ、でもそんなとこかな。探石、まあ、探石2も一応買っとくか。何をレベルアップさせるかなんだけどね。でも結局ね、なんかね、優しい優しいお兄ちゃんの話を聞いてると、グレートソードで最後までいけるぜっていう言われたんだよね。でも俺は兄貴を信じるぜっていう感じなんだけど。ああ、なんかさ、すげえ、ふわーって言って、でも水辺ってさ、もうろくなことないよね。ろくなことが起こらない印象でしかない。でも、曲解をかけたくなるぜ。よし、OK。29ベル。そんなんじゃ、家も借金返せないだな、もう。じゃあ、ここ。とか、なんか地図が欲しいんだけどさ、地図ねえよな。祝福だけあげていってもなかなか難しいもんね。ここら辺なんかいる？コウモリか。あー、恥ずかした、やばい、テンションが全然上がらない。テンション上げてこうぜ、ふぅー、コウモリバット、ふぅー、さよならバイバイ。やお花が豚ちゃんのように可愛いでくせね。さすがは哺乳類な、そうです、羽が生えた哺乳類、珍しいだろう。なんかすげえとこ飛んでる、ぴょんぴょん。でこの端っこ行ったけど特に何もこれっぽっちもない。行くぜ行くぜ行くぜ、パンダゴリラ、全く無意味なことをやっている、喋っている。あれを飛んだらどこにたどり着くのか。でも降り立つことが難しいから、とりあえずこっちの方駆け巡っていこうじゃねえか。なんかあそこに大きい教会があるな。あそこに向かって走って、ロンダリングマンダリン。テンション上げていくっていうのはさ、とりあえず大きい声を出せばなんとかなると思ってるでしょ。その通りにやったから今わけわかんないことになってんだよね。マジでさ、なんかさ、これだよっていう穴を見つけることもできず、ん？え？何も見てない。なんかアメリカンロブスターみたいなやつがいる。あれも新しい敵なのかな？まあ新しい敵というか、まあ野生生物なんだろうな。ということでちょっかいかけます。待って！カッチカッチー、あー、出た出た、エビ特有のバックステップ。おー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 おおお、そして攻撃力が高い。あ、オッケー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 、今のうち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 、オッケー、終わりー。たららら、た500、あー、まあまあくれんじゃん。クレンジングオイル、そっか、あんなのがいるんだな。エビか、カニよりもエビの方が
強い消化された灰。じゃじゃ、浄化、浄化、浄化。漢字が読めなくなってる。そう、そもそも読めない漢字とか。え？何もない。あ、なんかいる。何もないことはなかった。お姉さんどうした？はーい。あ、こっちだ。なんとか前にあった。あ、出た出た出た。私の葡萄を2つ食べませんか？目の奥にそれを感じるのです。でも今葡萄を持ってないんだよな。どっかで葡萄を手に入れなきゃいけないってことですね。まあでも今手持ちには2つ葡萄があると思うんですけどね。ただそれがなんかしゃぶ、た、ダメだ。これ以上はダメだ。これ以上ダメダメダメだ。ブドウをしゃぶしゃぶって言っちゃったよ。よくないね。あー、はい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 。あ、ちょ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 、引っかかってる。キノコ5個。わー、あ、なんかもう、リムグレイブの時ですらまがまがしいと思ってたのに、それ以上にまがまがしい雰囲気の地域ですね。あ、ここ全体がその浄化さ、あ、転送門。どこに転送されちゃうんだろうな。転送されるはいいんだけどさ、その後戻ってこれんのかな？なんか罠にかかったどんまいはっはっはみたいな感じだったら終わりなんだけどな。まあこいつらはいいや。どっかでか、わー、ホグワーツ城。これは？これはなんか、天空の城ラピュータみたいな感じの。あれ違うな。ここ来たことあるな。ああ、合流しちゃったよ。来たところは別に、ああ、出た出た。で、なんかあの、でっけえ顔。なんか手に入れてる俺。とりあえず降ります。ほいっと。散らってるー。ごめんね、痛かったってことだよね。じゃあ次の祝福見つけたら終わるか。次の祝福どこにあるな。めっちゃなんか、アイテム手に入れてくれ。アイテム、あ、めっちゃ食らってるやん。ちょっと待って待って待って。じゃあランタンつけてどうすんのよ。祝福、祝福。このなんか闇雲に歩いてていいのか。なんか、出たー、でっけーのがいるよ。でっけークマがいるよ、でっけークマが。あいつを倒したら俺の男が磨かれるかな。やってみる？そもそもなんでランタンつけてんだって話なんだけど。なんか、え？よいしょー、よいしょ、ヒットアンダーウェイ。ちょっと待って、ちょっと待って、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 強い、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 強い。不要意上に、早い上に、体力めっちゃ高かった。舐めてた、舐め腐ってた。えって、やべやべやべ。無理、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 無理。ごめんなさい、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 ごめんなさい。あいつと戦うべきではなかったです。なんか張ってる。え？敵かよ、なんか話しかけられるやつかと思ったら、くそバカ、誰が本当にもう、馬コングがしんどい目にあってんじゃねえか。なんだおめえ、え、なんかもういろいろとなんかもうやべえやつらがいっぱいいる。なホグワーツがまかいっぱいある。どういう状況ホグワーツ。じゃ祝福が欲しい、俺は祝福にたどり着きたい。生えてきたよ下から親方。生えるものなのかこれは。なんだ炭石さん。あ、出た、出た。親方、生えてきてる、生えてきてる。逃げる、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 逃げる。え、これは何だ？お、カエル？カエルは、カエル、ポコポコ、ミクポコポコ。合わせてポコポコ、ムポポコポ、ムポ、ムポ、ムポポコポポポポポポポ。拾ってない。ふん。そんなやばれなんだよ。おごるん。あれはまた学院の門前町？もう町の対応をなしてないよね、こいつらね。これはじゃあ何？その学院の生徒さんたちなのかな？生徒さんたち随分と物騒な目に合わせてきますね。客人に攻撃を食らわしようとしてる。ダメダメだ、そんなことしちゃ。あった祝福？ん？違うな。全然違った。あー、お花ー。よー。てかもうさ、
こっちが敵かどうかも確認してて、とりあえず攻撃しようぜって、なんかもう不届き者だよね。あ、なんか、祝福ありそう。そもそも侵入禁止やったわ。今、自分がどこを闊歩しているのかが全くわからない。はーい。よいしょ。ちょっと待ってね。あ、違う。あ、黄金種子。黄金種子？だ！黄金種子！ザッス！ザッスザッスザッス。これで、なんだっけ？飲める量が増えるんだっけ？ 9 本になる、9本に。違う。めちゃめちゃ適当にさ、走り回ってっけどさ、なんかないの？どっかに。あ、懐かしきカニ。なんか、シャーンって言った。なんだっけ？スカラベ。で、今、自分どこにいるんだ？あー、もうまたなんか敵と戦ってるような感じになっちゃってるから、ダメだ。そっち？でね、マジでね、迷子。地図がないと超迷子。そしてもう時間が時間だからそろそろ終わらないと。みんなあっちだよ、こっちだよ、ロッチだよって。赤いブラジャー、毒？じゃあもう間違えた。赤い UFO や。赤い UFO どこって言いながらブラジャー探すやつ。ブーン。なんでこう1回攻撃するとなんか2回わざわざやっちゃうんだろうね。ほいっと。うわ、汚ねえ。バラの教会。おめえ、敵か！危ねえやつだな。あ、いててててよいしょ。危ねえ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。出血多量になっちゃうから大変なんで。よし。あ、こいつやりよるばい。しちゃかちゃやりようばい。はい、終わりー。やった。ああ、なんか手に放浪戦士の製法。ん？やった、血のバラだ。こいつ自身は一体何だったんだ？違うんだよ、違うんだよ。祝福が俺は欲しいんだよ。スカラベでシャン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 言ってるのはわかるんだけど、バラの教会。こっちの方とか行ったらあれなのかな？ああ、いた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 。来い。来い、オッケー。何かをください、私に。ただの聖杯をくれる人だった。よいしょ、待って！マジでここどこよ？なんかまた、それっぽい、青銅区画。もうまた、やばいのがいるじゃん。宇宙人サンダーラみたいなやつがいるじゃん。誰だよ、それ。そんなキャラ聞いたこともないけど。てか、なんちゃらみたいなさ、いっぱい出てくるのに、なんでこんな祝福がないんだ？祝福って見つけるのそんなに大変なの？なんかすげえ浮いてる。浮いてるぞ、こいつら。アスカラベたちだ。へえ。スカラベがいっぱいいる。え、てててててて、なんでやねん。スカラベの復讐や。残念。違うんです。あ、なんかたどり着いた。てか、なんでそもそもここに青い点があるのかもよくわかってない。ほい、外そう。で、あ、なんかありそう。あー、でも、コウモリ、ピピピー、モリピピピーだな。なんか歌ってる、歌ってる。お前が歌ってんの？違うな。あれ、なんか今、人の顔みたいなやついなかった？こいつこいつ、これ人の顔じゃね？どういう状況？どういう状況？あ、いったいった。俺に乗ってやがる。ケー。なんか歌声とか手に入る。黄金、おお、黄金ルーン。ルンルン、気分のルンルンルン。だからさ、祝福にたどり着きたいんだ。あった、祝福！ありがとう。なんで飲んだ？
おります。じじじじ、あーよかった、なんかもうよくわからないところまで来ちゃいましたが、なんとかちょっと新しい場所行っているということで、また次回ちょっといろいろとね、みんなと一緒にね、あたり探索しながらボスを探していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。